なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。助けよう。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。準備をバッチリ合わせるからね。走れ、雷光。ここか。私から行くね。決まった。勝って帰ろうぜ。セッション。それよ。よし。カインと訓練したんだ。弱点だ。ついてきて。頼んだ。もう一つおまけ。決まった。この戦い絶対負けられないよ。セッション行けるぜ。やった。いいね。了解。貫くよ。うんうん。ついてきて。よろしく。おりゃ。とどめ。やれやれ。やった。気合い入れろ、俺。セッション、よし。準備 OK だよ。貫け。聞いたぜ。俺から行く。今だ。もう一つおまけ。決まった。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。それよ。準備 OK だよ。バッチリ合わせるからね。バッチリ合わせるからね。イカズチよ。この日を逃すな。セッション行きます。決まった。次はどうしようかな。セッション行けるぜ。よし、オッケー。私のやりさばき、うんうん、始めよう。行ってくれ。次、いただき。ちょうだめ。気合い入れろ、俺。その技で行きましょう。聞いたぜ。ついてきて。行ってくれ。もう一つおまけ。決まった。結構手ごわいかも。うんうん。席決まった。一件落着かな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん。なんとか倒せた。ありがとう、君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い。畑中八つ草さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。おう、わかった。
せい。敵だ、一気に決めろ。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。でも、いつきくん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん、あんな姿になったお姉ちゃんを見てたらキリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ、いつきくん、小学生の頃今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もしかしたら翼は綾葉さんと戦えないんじゃって思ってたんだ。もちろんお姉ちゃんと戦いたくなんてない。だけど私、キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあ、トーマ。ああ、もちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ、翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。敵の気配は消えたようだ。敵が現れた。引き締めていこう。難しいかも。その技でいきましょう。ちぎれろ。この日を逃すな。セッション行きます。決まった。多勢に無勢、上等だ。やってみねえとわからねえな。すべて焼き尽くす。弱点発見。怖いけど頑張るしかないよね。失敗しないといいな。貫くよ。いいわね。始めよう。よろしく。任せろ。とどめ。
まだまだ難しいかも。その技でいきましょう。準備 OK だよ。準備 OK だよ。この間合いならこの日を逃さない。セッション行きます。決まった。燃えろ俺の足を引っ張らないようにしないと。いけるいける。やった。よっしゃ。任せて。サンキュー、助かった。俺たちがやるんだ。バッチリ合わせるから。その技でいきましょう。光の刃よ。この日を逃すな。セッション行きます。いいわね。勝てるか。次はどう攻める？えい。その技でいきましょう。クロムみたいに。この日を逃すぞ。みんなついてきて。やった。私たちの勝ちだね。お疲れ、みんな。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。